足立音研部長上野隆文です。今回はですね、スーパーギタリストをゲストにお迎えしまして、足立音研 TV を作っていこうかと思います。それでは紹介しましょう。ギタリスト梶原淳さんです。よろしくお願いします。まず簡単にちょっと梶原さんの紹介をさせていただこうかと思うんですけれども、はい、梶原さんは1961年生まれ、8月25日生まれですね。よく覚えてらっしゃる。まあ、そんな梶原淳さんなんですけれども、まあ、1981年からプロとしての活動を始められて、うんね、渡辺貞夫バンドであったりとか、はい、本田正人バンドであったりとか、まあ、サポートもいろいろやられてるかと思うんですけど、スピードとかもそうですし、うん、門松壮亮さんとかもそうですね。そうですね。で、ちょっとお聞きしたいんですけども、サポートとかやるときにですね、うん、この曲お願いしますって来るわけじゃないですか、うん、レコーディングしてくださいと。過去の中で一番ちょっとこれ難しいなとか、なんかギター的に難しいなとかって、どんな感じだったんですかね。まあ若い時はね、若い時はいろいろありました。僕がそういう仕事を始めた頃っていうのは、はい、いわゆるこうツアーとかサポート系のミュージシャンと、はいはい、レコーディングするスタジオミュージシャンとか割とね、はい、はっきり分かれてた。あ、まあ、中にはスタジオワーク中心のミュージシャンでツアーにも参加してる、もしくはそういうミュージシャンを使いたいっていうアーティストの方もいましたけど、山下達郎さんとかね。だから当時はコンサートツアーっていうのみんなやってましたから、はいはい、年間何十本っていうのを、うんうんうん、でやっぱりその年間何十本をスタジオミュージシャンを抑えると、レコーディングの方が回らなくなるし、あ、そういうのが理由で、あると思いますね。で、僕はスタジオミュージシャンに憧れて、まあ東京に出てきたんですけど、はい、そのいきなりレコーディングの仕事っていうのがあるわけもなく、はい、でそのツアーのサポートをするんですけど、レコードのようにレコード、はい、それがお手本で、ええ、もういかにお手本に近づけるかっていうのをやっぱり要求されたし、僕たちは、で、まあ、当時の僕のその知識と技術ではやっぱそれがすごく大変だったっていう思いをしたことはありましたけど、うんうんうん、で、まあ、だんだんやってる間にね、あ、そういうことかってだんだん分かってくるっていうのがあって、うん、例えばバラードの、その間違ってるわけじゃないけど歌いにくいっていう、やっぱそういうのが一番なんだろう、悩んだっていうか、要するにこう練習しても弾けない曲を練習して弾けるようになるっていうのは目標もわかるし、はいはい、それが弾けるようになったら弾けるようになったねって、その結果も出るんですけど、はいはい、例えばバラードで、はじめワンコーラスギターと歌でやりたい。だからね、アコースギターで。はい、でもアルペジオなりなんなりやるんだけど、なんか歌いにくいって言われて、なんか歌いにくいのを歌いやすくするにはどうしたらいいだろうっていうさ、そういう類の悩みの方が多かったかな。ああ、なるほど。それって例えば具体的にこうするとこういうタイプの歌い手は歌いやすくなる、逆にこういう弾き方をすると歌は歌いにくくなるみたいな発見ってなんかありましたかね。まあ当時の僕がたどり着いた一個の答えは、はい、自分で歌いながら弾くっていう、ね。ああ、なるほど。ギター一辺倒で始めて、やっぱりこうギターでうまくいってるか、ギターがかっこよく弾けてるかっていう価値観でやるっていう結果、はいはい、歌とのこう、なんだろう、音楽的なこう共存の仕方とか、はいはい、っていうことがうまくできてなかったんでしょうね。アマチュア時代の練習と、まあプロになってからももちろん練習そういうふうにね、されると思うんですけども、アマチュア時代どういう練習されてたりしました？趣味でギターを弾いてた頃の練習はとにかく完全コピー。完全コピー。誰かのギターソロとか。そう、ギターソロもバッキングも含めて。バッキングも含めて。完全コピー。まあ、僕は、一番のめり込んで完全コピーしたのは山本恭嗣さん。ああ、そうなんですか。バウアウ。バウアウのデビューから2年ぐらいはもう山本恭嗣フリーク
だったんで、うん、本当にあのレコードの 曲と曲の曲感も完全に体に入るぐらいの完全コピーをしてました、ね、だから、まあレコードだから、はいはいはい、通してレコードの A 面一緒に全部行って、で休憩つって B 面通して弾いて、やっぱりそういうアマチュア時代の練習がやっぱあったからこそプロになって生きる部分もあったとかっていうのはありますかね。まあありますよね。あの完全コピーってあの最終的にはコピーするっていうことが目標じゃないんだけど、だけど完全コピーをすることでやっぱり学べることっていうのはやっぱり山のようにあって、はい、それこそどこで息を吸ってるかとか、そのどうしてそこでその指になったのかとか、そのやっぱ完全コピーを徹してやると分かるようになることって、なるほどなるほど、弾いてる人のこう頭の中が見えてくるような瞬間があって、はいはいはい、やっぱそれはこう机の上の勉強では分からないことかなと思うんですよね、はいはいはい。そのプロ活動を始めてからの練習とかってなんかいろいろあると思うんですけれども、うんうんうん、あのプロになってからは、はい、例えばライブだったり次のこう仕事のための準備っていうのに時間を取られるようになるので、うん、はいはい、それがイコールこう練習になるし、あの仕事の現場で勉強する、はい、仕事の現場で新しい発見があるというか、はいはい、そういうことの方が多かったかな。だから家で何練習するってもう基礎練習しか やってなかったと思う、多分、はあはあ、まあ人間なので間違えることもあるじゃないですか。ありますいっぱいあります、今日もいっぱい間違えてます。そう、実はですね、あの、アラチョン犬の、サプリメント動画で今日、梶原淳さんにですね、ちょっと、いくつか撮ってもらったんですけども、間違えましたか、今日は。間違えてますね。あ、そうですか。ああ、まあ、ちょっと抵抗をたくさん撮ったので、ちょっと後でじっくり見てみようと思います。これもひょっとして載せても大丈夫です。いいですよ。いや、だからその、間違えたのと、その後のね、その違いっていうのも、勉強になると思うし、はいはいはい、うん、まあ僕は別に間違えたの人に見せるの別に恥ずかしいとは思わないから。